江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら掲示板からのご紹介でございます。 K 国民世界音楽市場ランキングをご覧くださいということでですね、こちら画像と書き込みございます。まず画像の方見ていきたいと思います。こちらでございます。ポン。はい、ということでね、だから各国の音楽市場の大きさランキングですね。はい、で右側が2002年で左側が2001年という感じですね。でアメリカが圧倒的な1位らしいんですね。で次が日本とでイギリスドイツ、ここまでは変わらないんですね。こっからこう年ごとに変動があったみたいで、 C 国がぐいぐい来てるんですね。で、そういえば K 国さんが7位と、ブラジルがランクインしたんだ。イタリアが脱落したっていう感じ。はい、ということでね、それではですね、こちらに対する書き込み、スレ主の書き込み、まず見ていきたいと思います。くーちゃんお願いします。米国が圧倒的1位なんだけど、全世界で占める割合が 50% だそうだ。ブルブル。米国一人で残りの国を全て合わせたものと似ているという。日本は2位、K国は7位。昨年から C 国とブラジルの躍進が目立つね。はい、というね、書き込みでした。それではですね、こちら K 国の反応を見ていきたいと思います。はい、それでは1人目。人口数に比べて K 国の市場がすごく大きいね。ブルブル。 C 国の6位がさらに不思議だね。なんで小さいの？人口に対してね。お金を払って正当に聞かないから。ひでえな、やっぱ著作権ガン無視だな。 K-POP は海外がターゲットだから内需が足りなくても関係ない。2020年までは K 国が6位で C 国はさらに下だった。 K 国が何気に音楽市場の規模では先進国だね。世界7位の国家だ、わらわら。世界7位で先進国。C 国が長い間 K 国より順位が下でした。 K 国の音楽市場が小さいという人たちは基本的な事実関係の把握もできないということ。2020年まで K 国より大きい市場が米国、日本、ドイツ、英国、ドイツ、フランス、古代先進共和国以外ありませんでした。このように見れば海外有名アーティストたちが K 国にライブ公演しに来るのが理解できるね。世界7位の国だから。経済規模世界12位だけど、ここで高所得ではない。インド、ロシア、ブラジル、C 国を除けば、K 国が7位くらいになるのが極めて正常でしょう。CD のようなアルバム市場は、K 国が2位である、日本が1位、米国が3位。1、2、3位は、ほとんど20年以上そのままだね。日本が本当に奇形的なシステムなのに、まだあんなに規模が大きいのは不思議だね。何奇形的なシステム？どういうこと？ちょっと、なんか文句あんの？はい、じゃあですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。K-POP ね。また悲しいランキングじゃね。なんで、がっかりするのにランキング好きないよ。そんなの見ちゃダメだよ。 K 国の貧弱さが露呈しちゃうよ。 K-POP なんて政府に作られたブームだもんな。 C の音楽、C の音楽ってピンとこない。内需でしょ。あんまり外に出してないんじゃない？だって C 国語ってあんま分かんないでしょ。国内の内需だけでここまで行っちゃうんでしょ、多分。アメさんは絶対に抜いちゃダメなのよ。バイトヨタ。でもアメさんのはほとんどデジタルでしょ。タワレコなくなったらしいし。これお前ら C 国に K コンテンツを輸出しないといけないな。著作権払うことを知らないんだから、K 国から出てくるなよ。違法ダウンロードや聞き放題は除外かな。お前ら、国策で K-POP を捨ててこれ。ホルホルしてる K 国さん、喜んでる、わら。
勘違いしてるな。 C は検閲で海外市場を閉じてるんだよ。しかも外貨流出防止で、昨今海外アーティストのダウンロード販売も厳しい。規模で先進国、売上は再生数は不正してたよね。これで G7 にダイエルな。君らのやつはあれよ、広告費という名のやつを使って、ねえわらわら、売りは7位になったから G7 に入れるにだか。奇形的 CD 市場が大きいということだね。ああ、そういうこと。おお。日本のついでにやっとくかが、ガイタレさん系コンサート。 CD 市場が大きいことを奇形、自分と違うから奇形とか世界が見えてないだけのバカじゃん。ゴリ押ししてあの位置なんだから恥だと思わないとダメだよな、バラ。 C で絶大な人気がミーシャ。ああ。お前らしい国でクポップ禁止とかやられてなかった？はい、ということでね。ああ、そっか、 C 国で日本人の歌手が、そうだね、聞かれているんだよね。そうだよね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。